主催シュートボクシング協会サステインライズクリエーションとなります。このイベントは、現在の日本にそして格闘技界に元気を取り戻してもらいたいとの願いから、シュートボクシング、シュートライズの3団体が団結して行うイベントでございます。ここで、ライズクリエーション伊藤隆代表に登壇していただきます。資料をお配りしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは改めまして、3団体の代表が揃い踏みいたしましたので、各代表より本イベントに開催に、本イベント開催にあたってのコメントをしていただきたいと思います。まずは本イベントの発起人であります、シーザー武史シュートボクシング協会会長よりお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。まだまだ、震災の方はですね、ちょっと時間がかかったんで忘れられてますけども、まだまだ大変な時期が続いております。そんな中、我々もそのチャリティーとかいろんな、ことをやってきましたけれども、若手の方からですね、若手とかこういうシュートさん、そして、ライズさんの方からぜひ元々会場、震災の復帰についてちょっとまず力を出していきましょうよということで、そういう要望もありましたし、じゃあみんなで頑張って元気を取り戻すために、みんなその若手同士の対戦やりながら東京大会盛り上げていこうかということで、この大会をやることになりました。本当にこういうふうにみんな気の合ったっていうか、心が分かり合える、その仲間たちっていうか、その団体があってね、来年ぐらいからは、今こんな、格闘技界がこんな状況なので、盛り上げるためにはこういうお互いに切磋琢磨して、また活性化していかなきゃいけないんじゃないかなと思ってます。ぜひ、この大会を機にどんどん日本の格闘技を盛り上げていきたいと思っています。ぜひ報道の方よろしくお願いします。ありがとうございました。続きましてシュートサステイン坂本和弘代表お願いいたします。坂本です。会長の方から、震災のことをですねちょっと、今言われたと思うんですけども、まだまだ本当に大変な、苦労されている方、大変な、人たちがいっぱいいると思います。で、そんな中で、自分たちが、こうやって格闘技をできるというのも、幸せなことだなというふうに一つ思うのとですね、震災があって、月日が経って、それが風化して、忘れてしまわないように我々も、今こうやって、普通に生活していけてますけれども、そういう、状況の中でですね、自分たちができることというのを、また考えてでやれないかということで、ちょっと会長の方に、話をさせていただきました。で、そんな中で、会長が、炊き出しに行ったりですね、シュートボクシングさんの方皆さんがですね被災地に行ったりとかっていうのをですね聞いておりましたので、その辺ちょっと相談するような形になって、それで今回こういうふうな、風にやったらどうかというアドバイスをいただきました。そしてまた会長の方からですね、2011年11月11日、1が並んでるじゃないかと、もう一度また日本がまた一つになって、格闘技もまた一つになって、11月はシュートダシュートもありますし、11月の23日にはライズさんの、大会が同じく、東京ドームシティホールでありますので、またその中間の、時期になりますけれども、また一つですね、この3団体が一つになってですね、支援できたらと。いうふうに思ってますので、本当にファンの皆様も、マスコミの皆様も関係者の皆さんも、ぜひ協力していただいてですね、少しでも、復興の支援になるように、手助けできていけばと思いますので、一つ皆さんご協力よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。続きまして、ライズ伊藤隆代表、お願いいたします。ライズの伊藤です。今回は、先ほど、静岡会長、その代表がお話しした我々も格闘技を通じてできることを常日頃考えてまして、先ほどお話しあったことに我々もぜひ、賛同させていただきたいという思いがあり賛同させていただきました。シュートボクシング協会、シュート、とても歴史のある、すごく層の厚い団体と共に我々はまだ8年目の立ち上げ8年目のライズなんですけども、共にできることを大変、光栄に思います。またこれを機に、この SRS というイベントを育てていって将来的には大きなものになっていったらなと私は思っております。皆様ぜひともご協力のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。今皆様の向かって右手の方に大会のポスターがございます。2011年11月11日、先ほど坂本代表もおっしゃられましたけども、1が6つ並んだ日程でございますので、皆様にも覚えていただきやすいかなと思っております。3団体が協力して一致団結して行うイベントでございますので、ぜひご期待くださいませ。それでは質疑応答とさせていただきますが、この大会について何かご質問等はございますでしょうか。はい、ではお願いいたします。ちょっと基本的なことからお伺いしたいんですけども、マッチメイクはどんな感じになるんでしょうか。それぞれの提供試合みたいな感じになるか、あるいは、それぞれの選手の行き来、シュートとシュートみたいな行き来があったりするのか、あるいは若手中心なのかトップファイターまでのか、ちょっとその辺を教えていただけるかと思います。一応若手中心でやろうと思ってます。で、対抗戦ありの、同じその団体の試合であったりもあると思います。まだ決定しませんので、内容が決まり次第ぜひすぐ発表させていただきます。はい、詳細はただいま調整をしておりますので、決まり次第よってすぐにリリース会見等で発表させていただきます。他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それでは、SRS、本大会の、会見は以上で終了とさせていただきます。